ラダックっていう地域はすごくこう今都市の例が開発されようとしていて、でコンクリートの建築がこの2年ですごく立ち並び始めていて、でその現状にラダックの人たちはすごくこう違和感を感じているんですね。で新しい建築の作り方っていうのを知らなくて、そういう時に私のこう収支政策を通して考えたのは、私のスタンスとしては地元にある素材でも新しい空間体験のものを作れると思って、いろんな建築家の方に私がやってきたことを話してどういう反応が得られるかなっていうのを率直にこう聞いてみたかったっていうんです。やっぱり多くの人の目に触れて、でいろんな意見を聞く経験っていうのはすごく自分のためになったと思いますし、やっぱり全然違う意見で返ってくるので、そのこう話をしていく中で自分のスタンスっていうのをやっぱりこう見つめ直せるというか、すごくいい経験でした。